昨年ヒットしたアニメ映画、天気の子主題歌で話題を集めた女優の三浦透子が1日放送の日本テレビ系連続ドラマ、トップナイフ、天才脳外科医の条件、毎週土曜は特時第4話にゲスト出演することが分かった。三浦は緊急搬送された記憶喪失の女性患者、中尾美恵の娘、千春役として、脳外科医、西郡、長山綾人の抱える痛みの正体に深く関わってくる重要な役どころを演じる。女優、天海祐希が主演する同ドラマは、脳外科を舞台にわずか 0.1 ミリの手元の脅威が、患者の生死を分けるプレッシャーから常に完璧を求められ、手術は全て成功して当たり前という最高の医師、トップナイフたちがそれぞれに抱える秘密と爆弾を巡る群像を描く。女帝、深山陽子、天海率いる脳外科チームの一人が西郡。彼も、また何か秘密を抱えているようで、それぞれのドクターたちの真実が徐々に明らかになってゆく第4話では、深山たちは救急搬送された記憶のない女性患者中尾美恵の身元特定に頭を抱えていた。名前もわからず家族に連絡もできない中、複雑な表情を浮かべていた西郡は女性患者と自分の関係を告白する。患者の娘、千春によると、女性心臓外科医の第一人者だった患者、吉和氏は2年前に脳腫瘍を発症。誰もやりたがらない難手術を西郡が週刀した結果、記憶をなくして徘徊を総理、返すようになったという。手術のミスのせいで木はこの人生が台無しになったと千春は西郡を責め、さらに、キワコの意外な正体が明らかになる。そんな中、60代の男性、山口清、本田博太郎が、幼馴染の内田忠、陽電俊樹に付き添って、病院を訪れる。記憶が3分しか持たず、自分が33歳だと思い込んでいる内田。彼を親身に世話する清だが、なぜかバッグの中には包丁を隠し持っていて、